はい、シシです。今日はですね、こちら Amazon で購入しました電動バイカンを開封したいと思います。はい、Amazon で2600円ぐらいだったんですけれども、あ、ちゃんとこれ入ってるわ。首に巻くやつやね、これ500円オフのクーポンがあったので、まあ、実質2000円ぐらいで購入しました。 LED で、電量が分かります。で、R 面取り刃設計&切れ味抜群、ダイヤル式5段階仮長さ調整、そして2段階の速度切り替えモードになってます。子供が開封したんですが、中にいろいろパーツが入ってるので、保証期間の延長サービス、電動バリカン、使い方と、まあ、その他メンテナンス方法が載ってます。俺には必要ないけどな、これ。で、この刃がね、なんかセラミックって書いてたんですよね。で、ここで今2ミリで、これでどん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  0.8 ミリ、これで 1.4 ミリ、これ間が何ミリずつなんやろね。2ミリで、スイッチオン、おお、 60% 入ってる。もう一回押すとなんか強くなる。あ、これで弱いのか。へえ、弱、いいじゃん、分かりやすい。ここつけて、ここつけて、お、ああ、 今パチっていけた。この感じで剃るといいと。で、なんか斜め45度で良いらしい。これで4ミリで、ここを開けるにはこうですね、外へ押し出す。ああ、ポンと簡単にポコンって取れた。こんな感じですね。セラミック、これ。で、ここがモーター。あー、でもなんかすごいな。はい、ここ引っ掛けてちょっとやる感じか。はい、こんな感じですね。すごい、本当にバリカン。あと、これがね、 USB のタイプになってます、充電が。僕これ買ったのね、お風呂場にずっとねバリカン置いててね、まあ、一応防水ではあったんですけど、完全な防水じゃなくて、ずーっと風呂場にあったので、なんか浸水してね壊れてしまったので、ちょっと買ったんですよね。ここかな。本品は防水性能があり、蛇口の下に、水洗えますが、バリカン本体を水に長時間入れることが禁止ですって書いてます。ちょっとよく分かりにくい日本語、まあ、何かの参考になればと思います。 Amazon で見てもね、やっぱりブイーンってね動かしてる動画しかないのでね。はい、ここからレビューになります。使用感なんですけども、良かったです。どう良いかと言いますと、まずね、2段階のモード調整スイッチっていう強と弱があるんですけども、僕基本はもうずっとね弱で使ってました。強で使うことはもう本当にね、丸坊主とか全ぞり行くぞっていうような、時短するには強モードがいいかと思いますけども、まあ、ゆっくりねツツツツツツで滑らすような感じでやるんであれば弱で十分じゃないかなと思いました。2番のね、ダイヤル式長さ調整はですね、僕はこれは 0.8 一番短いところの刃でやってたんですけども、もしコームとか、アタッチメント使ってより細かくね、設定するんであれば、ここのダイヤルを回して、まあ、プラス2ミリっていうような感じで使えばいいんじゃないかなと思いました。僕は4ミリのアタッチメントと、0.8 のダイヤルでやってました。3番ガイドコームね、こんなに僕はいらなかったんで、まあ、僕の場合ですけどもいらないので、まあ、これは全然使用しなかったです。で、あと良かった点がね、04のね、電量ですね。これがね、数字として現れるのが本当に安心感があって良かったです。僕使った感じ 60% ぐらいからのスタートだったんですけども、30分は行ってないけど、それぐらい使ってもほとんど減ってないので、あ、これいいなっていうのが良かったですね。次充電いつしようかなっていうのがね、分かりにくいと、使ってる途中でね切れると風呂場ではちょっと使いづらいなと思ってたので、これ非常に良かったですね。で、6番チタン
セラミックの歯だったんですね。下のね、あの金色の部分がチタンだったみたいで、セラミックがね、めちゃめちゃね、いいですよ。あの借り心地がね、めちゃめちゃ良かったです。めっちゃ切れるなっていう感じがありました。なんかステンレスの場合はウィーンって切ってたら なんかこうその周りにまとわりつくっていう感じでしたけども、これ使ったらね、パサ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 ーっていう感じでね、分かりにくいけどあの非常に借り心地が気持ちよかったです。あの8番なんですけど、 IPX7 の防水、水洗い可能って書いてますけど、一応これ全体に水がかかったり水没するとよろしくないかと思いますね。充電する部分がね、ケツ部分にもうぽっかりまん丸で見えたので、あの先端バラさずに先端のみで水洗いをすることをお勧めしますね。前ね、僕使ってたやつね、アタッチメントというか刃の部分を取ってモーターの中まで水で洗ってたんですけども、問題はなかったんですけど、まあ、最終的にはぶっ壊れたんで、やっぱりちょっとね丁寧に扱いたいなと思いましたので、今回は蓋が開いてない状態で使うのをお勧めしますね。はい、ご視聴ありがとうございました。